あうなぎって何なんですか？体の色が青みがかったうなぎ、川や湖に住んでるが、海に住んでるのに和歌山の小島湾の青うなぎが有名ですが、取れるうなぎの中でも青うなぎとして認められるのは1割程度だから、幻のうなぎとかって呼ばれてて、東京の、うん、東京のうなぎ店やったら1万、東京のうなぎ店やったら1万から1万2000、漁獲量が少ないから、でそれを5000円ぐらいで食えるっていうところ。なるほど、うん、いきなりレアなうなぎや。